と、イブチさん、お、こんばんは。はい。スクワットのボトムで左に流れて、居上も左に荷重が乗ったまま上げることがあり、そのままセッターをこなし、外側広筋あたりを痛めるのを繰り返してしまいます。あらららららら。ヒップエアプレーンという動きがいいと聞いて、どんなやつなのね。やってみると左の股関節の外旋がやりにくいです。はい、この場合外旋が悪い方に流れるという認識で大丈夫ですか。また解消するのにおすすめな種目等を教えていただきたいです。なるほどね。間違いないですね。はい。で、股関節が内側に入りやすい、ね、内側に回りやすい、内側に回る、異可動性、動きやすさ、異可動性っていうのがここにできたということですね。で、しゃがんだ時にこっちに入ってしまう。ただし、こちらにずれるってことは、反対側に押し出す、押し流すね、理由があるんじゃないですかね。しゃがんだ時に、例えば、つま先に対して膝が内に入るようなことはないかっていうのも見るんですよ。ね。で、この場合は、外旋の制限があるはずじゃないですか。こういう状態ですよね。見なくちゃいけないところっていうのは、足首と股関節は見たいですね。こうしゃがんできた時に足首がしっかり反ってくれていれば均等に降りるんだけれども、ここに制限があるとこっちに流れやすいですね。で、そうなった時に、ここ自体のモビリティをつけてあげたらどうなるかですね。アンクルチューニングをしていただいて、まっすぐに曲げることができたら、中心からずれないで落ちることができるんじゃないですか。ね。で、股関節自体のこの開けるかどうかっていうのも変えていきたいですよね。で、それに対してはトライアングルですかね。一番楽なのは。こうやって前後開いて、ここからこう、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 なんてことをやります。で、やってあげると、だいたいこちらの股関節の回旋軸っていうのは綺麗になりますね。はい。お試しください。やり方はまあちょっと今解説をちゃんとしないでやってしまいました。皆さんがもうご存知だという前提で話してしまいましたけれども、まあ見ていただいている方は知らない方もいらっしゃると思うんで、ちょっとね、細かくいきますね。まず足首自体の曲がり具合を見ます。しゃがんでからつま先方向に膝を流していただくと、左右の足首の硬さの差を見ることができますよね。これはまあみんなよくやるんじゃないかと思うんだけど。そしたら、よいしょっと。くるぶしとアキレス腱の間、ここにくぼみがあります。このくぼみを撫でていくと、かかとの骨の上のへりに指が止まります。ですね。で、ここに親指を当てて、人差し指は足首の曲がりっぱなにかけていきます。これは反対側も同じくいきます。ですね。反対側も同じように、くるぶしとアキレス腱の間のくぼみを撫でて、止まるところ、かかとの骨の上のへり。そこに親指を当てたら重ねます。こういうことですね。で、そのままつま先方向に曲げる、伸ばす。曲げる、伸ばすを、だいたいまあ6から8レップを1セットにします。ですね。で、1セット終わったらスクワットしてチェックですよ。ねえ。1セット終わったらしゃがんでみて、動きを見てと。ですね。で、側関節の収まり、モビリティ自体が正常化すると、だいたい股関節の動きもクリアになってきます。だから、お辞儀や、進展動作なんかも綺麗になっちゃったりしますね。はい。ぎっくり腰の時なんかもおすすめの方法ですのでね、よかったら使ってください。で、それと股関節に関してはさっきのね、トライアングルですね。足を前後に分けます。まあ、できたら頭のてっぺんから後ろ足までは一直線にできるといいですね。で、もう楽に開ける。だいたいまあ、もうちょい頑張れるぐらいの、余力を残して足を開いてください。で、ここからですね、足先は進行方向と、その後ろ足は90度。こういう状態で合わせてください。で、内側の足首を握っていただいて、手を添えます。で、ここから、手を天井に向けながら、体軸も外に返しながら、膝を伸ばします。これで大胸筋から内転筋までを一気に伸ばしてるんですね。で、戻します。これを繰り返します。大体、よいしょっと。一つの要素に対してだったら、6レップぐらいがいいとこでしょうかね。
で、もう一つは、今度、こうです。おへそを下向けたまんまで、万歳をしながら、膝を伸ばしていきます。ですね。で、これは何してるって言ったら、左の広背筋から右の大臀筋までを伸ばしています。さっきの筋膜たち、前側も含めて、仙腸関節を前と後ろから支えている筋肉たちになりますね。よいしょと。こういうこと。これを折り混ぜていただいてもいいですね。1回、1回、2回、2回、3回、3回、4回、4回。はい。折り混ぜる場合は、4往復ぐらいで結構です。で、それが終わったら、座ったと。で、よいしょ。よくでしょ。まずは、モビリティを、よいしょ。そこでね、モビリティをまずつける。こっちに押し出しているような要素っていうのをやっつける。ね。こっちは柔らかすぎるんじゃないかっていうような意見です。ですね。で、それをやっつけたら、ね、より硬い方っていうのをやっつけたら、バランストレーニングがおすすめですね。よいしょ。これできるかな。よいしょ。よ、これ、すっ転んで大怪我したら笑ってください。よいしょ。よっ、これでしょ。おうふうふうふう。ちょっと簡易式のボス的な何かを作ってみたつもりです。おうふう。こういう不安定な土台の上で、うわ。おおおよっこらしょ。およいしょ、よいしょ、よいしょ。一回ぐらい綺麗にやってみせたいですね。よいしょ。いけるかな。よいしょ。こんなことするんですよ。今揺れたでしょ。これね、過剰に、よいしょ、緊張してる筋肉が、よいしょ。支点になって動きが狂うんですよ。で、思ってたしゃがもうとした動きと違った動きが出てくるんですよね。で、そんな時に思ってた動きと実際に出た動きが違う。その誤差を小脳でキャッチするんです。そうすると、その誤差を修正するための運動プログラムを使います。どうなるか。歪みを起こしてた硬い筋肉たちは柔らかく使うっていうコントロールを初めて神経から与えられるようになります。で、逆にもっと強く使わなきゃいけなかった筋肉たちはそこで、正常な収縮というものを取り戻すという試行錯誤を繰り返すことができるんです。体をね、車に例えるのであれば、その車の動き自体が悪かったらそれは油さすなり動きを良くしないとダメじゃないですか。だけどドライバーのコントロール自体が狂ってるっていうのも同時にあるんですよね。それは型や硬く使ってしまう、型や緩く使ってしまう、その二つというものを乗りこなすっていうことができなければ、まっすぐ座れないじゃないですか。だから硬さを取るとこで終わらないで、バランストレーニングなんかをしていただくと、もっと早くね、まっすぐしゃがむっていうことを、体が学んでくれます。もちろんそんなことしなくても、硬さを取ったところで絶対に横にぶれないぞーっていうスクワットを意識していただくのもありなんですけれども、おそらくそれは十分やられてると思うんですよ。だからその切り口ではどうにもならなかったということだと思うんですよね。で、その場合にはバランスディスクとかっていうのを使っていただきたいですね。まあ、これちょっと規定面、乗っかるところが狭いんで、広いものに置き換えてみたというケースです。実際市販されてるんだと50センチぐらいのね、幅のやつがあるはずです。そんなの探してみるといいと思います。もしくはこういうディスクを2枚置いて、それでやるっていうのもありですね。こんなところで井口さんいかがでしょうか。